はい、今日も来ましたこの戦場ということで、どうもこんばんちは、すげです。ということで今日使っていく機体はイージスでございます。まあなぜかと言いますと、リクエストがありましたので使っていきます。まあ、イージスはね、ランクマでもランクマッチでもね全然使える機体ですので、はい、てか今日じゃない、今回のランクマな、グレートキャニオンとかね結構広いところが多いんで、うん、吸収器、こういう吸収器はね役に立ちますね。なんだ、撃ってくるでしょどうせ。うーん、飛べなかった。中継いかないんだ。一回離れようか。あーきつい。OKOK ありがとう。今行くとやられる気がする。当たったと思ったけどね。よし、ありがとう。ちょっと一番嫌な機体が来た。危ない。謝っとこう、申し訳ない。いやもう完全に00さんの足引っ張ってたね。でも生き残っちゃった。最高か。あ、ダメ、調子乗ったら俺すぐ死ぬから、集中しろ。いすげ、321ドン。うーん、来た。よし、今行きます。おりゃー、うん、でもアシストにはなったかな。バスターがいる。中継行こうか。ミスター、結構圧勝っぽいっすね。誰も来ないか。オッケー。あ、ちょ。飛んでいきまーす。さあ、さっきのあのデッテニーがいる。さっきのデッテニー撃ち落としたい。ふぅー、よーし。オッケー。いやー、ありがとうございました。いやー、ということで、まあ、今回のね戦い方はあれですね、とりあえず生き延びるって感じです。あの総統戦、昨日総統戦だったんですよね、ランクマッチ。そう、その時も、うん、プレイしながらちょっとね思ってたんですけど、あ、違うや、生放送の時はねあんまり分かんなかったけど、そう、なんていうかな、焦って前に出ない戦い方だと言いますか、うん、それやるとね結構生き延びられるんですよね。まあ、自分の中の持ち方なんですけど、その気持ちは。うん、なんていうかな、まあちょっとせこいかな。でも生き延びるためにはね、そう
結界生き延びて敵さん倒せば、そうポイントは開きますからね。ポイントっていうか戦力差、うん、はい、ということで、自分でもよく、ね、理解できてないですがまあいい術でした。まあとりあえず中継をね取ることがメインなので、うん、中継さん取れたからまあまあいいんじゃないかな、うん、まあ、それからスキルも当てられたし満足です。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again. バイバイ。お疲れ様です。